どうも、ナオパです。好きなバンドはエルレガーデンです。こんにちは、グレイトです。好きなバンドはシャムシェイドです。はい、というわけで皆さんお疲れ様です。こんにちは。どうもお疲れ様です。改めましてナオパとグレイトで新カモイたちの夜やっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回、何でしたか、ビンゴ編が、はい、無事終わりました。はい、なのでちょっとそのビンゴ編のバッドエンド回収をね、さらっとやっていこうかなと。バッドエンド、はいはい、全部見る見せるっていうよりはなんか面白いのつまんでね、はい、結構バッドエンド多いのでって思ってます。多い、ね、編集次第ですが。というわけでね、あのビンゴ編のバッドエンドいくつかやっていきたいと思います。まず最初のバッドエンド1回見ましてね、ルビー山田さんが、はい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 、なんかバンダナみたいな、はい、それ以外を撮っていきたいと思うんですが、最初はですね、あの最初に僕の原稿が見つかるところ、はい、この焚き火、うん、なんかあるの。なんですか、この中からなんか見つかるみたいなところでちょっと選択肢でバッドエンドになるみたいなんでやっていきます。はい、そうですね、これつまみ上げるとなんかあるんですね、うん、あの原稿が見つかるんですね。だから B を選んでいきたいと思います。流れに逆らうんですね、はい、僕は焚き付けの紙を床からつまみ上げなかった、それよりとにかく一旦部屋に行こう。荷物もまだ置いていない。よし、僕は立ち上がった。はい、思ったより快適そうな部屋だった。僕は部屋に入ると早速ノートパソコンを取り出した。時刻はまだ5時過ぎ。夕食まではまだ間がある。ああなるほど、そう、原稿書きに来ましたもんね、はい、新作をね。よーしって、僕はキーボードを叩き始めた。なんでこんな音楽なんだろう。暗いな、なんか怒るのかな。執筆は驚くほど快調に進んだ、ね、うん、カタカタ言ってんな。いつもなら書き始めて、エソジソがかかるまでに時間がかかるのに。今日はスラスラと指が動く、うん、頭で考えなくてもまるで指が一人でに動いてストーリーを作り上げている。なんか取り憑かれてんのか。これオカルトです ね, ね。言われた通り、よく芸術家が何かが降りてくるという言い方、それがこういう状態を指すのだろうか。こんなに好調なことはない。こうなったら食事を抜いてでもこのペースでいきたい。ええ、しばらくすると一回悲鳴が聞こえたら、まあ、カタカタやめろ一回。これいつまで続くんでしょうね。待ってみます。いやでもこれその今ポチ押した瞬間にキャーなんじゃないですか。マジで、じゃあ押しちゃいますよ俺、はい、コントローラー触れんねえだから一回コントローラー置きますよ。キャンディーズのように置きますよ、はいはい、コントローラー一回。キャンディーズでしたっけ。マイクを置きます。マイクを置くやつ、はいはい、で普通の男の子に戻っていくポチを押したいと思います。はい、ああ大丈夫じゃん。あれ男のうわーという声だ。なるほど、こういうことか。僕は無視した、気づかなかった。なるほど、僕はただただ書き続けた。そしてしばらくすると、ドアをノックする音が聞こえた。僕は執筆から意識をそらさないように意識の 10% ぐらいで時間を確認した。7時半だ、はい、ああおそらく夕食はね、どうでもいいんだよ、書き続けんだよ、一応答えるんだ。僕はドアに向かって怒鳴るとそのまま執筆を続けた。またノックされた。早いな、時間が進むのが。早く夕食を食い終わるということだろう。しかし僕の執筆は絶好調、ノリノリだった。小説って長編で一つ書くのにどんぐらいかかるんだろうね。なんかでもこれあれですよね、確か1週間ぐらい時間持ってるみたいなことを前言ってましたよね。何日単位なのかな。普通はそうなんじゃないですかね。すみません、食事はなしでいいです。おい、怖い、開けてください、お客さん開けてください。食事じゃねえんだ、何かあったんだよ。クソ、捕まるぞこれ。いらないって言えば僕はドナルド耳栓をした。おお、これルビー山田の時も思ったんですけど、なんかバッドエンド一つ一つが長いっすね。確かに。あ、びっくりした。いきなり部屋の明かりが消えた。ブシュッつったかな。ブシュッすね。刺されて血が出たかと思った、ね。そうそうそう。停電か。ノートパソコンだ。電池があるからいきなり消えはしない。
これノーパスいいところですよ ね最近雷多いですからね。あ、落ちるとね大変ですもんね。ノートパソコンだから良かったものの、普通のパソコンならデータが飛んでいたかもしれない。このまま復旧しなかったら暖房はどうなるんだ。いや気にすることはないっていうやつ、ね、おお、やっと。僕は耳栓を外した。静かだった。耳を澄ますが何も聞こえない、うん、音がした。誰かいるのだろうか。やべ、いきなり怖くなってきた。僕は声を出した。誰もいなかったら間抜けなので小声だ。うわ、少し目が慣れたのか、目の前の暗闇に真っ暗な人の形のようなものが見える気がする。停電。あれ、あらら。そう尋ねた瞬間、胸を何かで疲れた。息もできずその場に転倒する。胸に手を持っていくとぬるっとした感触がした。熱い液体がドクドクと流れ出している。血だ。血に違いない。うわあ、やられてもった。この流れでこういう終わり方もあるんですね。池谷さんで、池谷さん悪者だったもん、確かこう。痛いだけで頭が朦朧としてきた。あ、死ぬ死ぬ。痛みと疑問と、憤りと恐怖。うん、あ、本当にバッドエンド。人生のバッドエンドだ。まあ、唐突というかあれですね。まあ、バッドエンドに意味を求めるとね。そうですね。ミステリー編はバッドエンドなんかつながりそうだけど、はいはい、これはね、深く考えるのにしようっていう、うん、いつから、前回か前々回かからのあれなので、意味を考えるとね、ちょっと解決できなくなっちゃうんで。はい、というわけで回収終わりやした、はいはい、次行ってみたいと思います。はい、はい、というわけで次のバッドエンドでございますが、はいはい、原稿をね一応取り出しました。うん、その後すぐにですね、オーナーに、オーナーの鵜飼さんに、はい、これですね、その原稿がどうしてここにあるかということなんか聞きたいのですよね。聞きたいのはですねか、うん、これでね A を選んだんですよ。でこれで C かな、 C を選ぶとまた違った展開になるということなので C を選びたいと思います。面白かった動画なんです。面白かったか、ちょっといいですか。鵜飼さんは原稿を熱心に読み始めた。鵜飼さんはこの世界では小説家ではないのかな。ないんじゃないですかね。読んだ覚えあります。前読まなかったっつってたよな。でも、うん、そう聞きながらドキドキしていた。考えたら原稿のほとんどの原稿をなくしているから、あまり人の意見を聞いたことがないのだ。もう思い出しました。あ、いや、クソつまらなくて吐くかと思いました。そこまでか。よくこんなもん書くなって、あはは、グエー殴っちゃった。あっ、いつぞやのミステリー編の反撃だ。ボコボコにやられたミステリー編の お返しだ。知らないうちに右拳が鵜飼さんの胃をえぐっていた。ボディーブローですか。ただ怒りだけが僕を支配している。左の拳は顎を砕き、倒れた鵜飼さんの腹と言わず、腹と言わず胸と言わず、やむきもり蹴り続けた。キャー、おー、殺人者になってしまった。ピクリタも動かない。ミステリー編のお返しだ、あの野郎。強いじゃないですか、やる時になったら主人公も、ね、切れたら手つけられない、ね、自分の人生が終わったこと、またもや人生のバッドエンドに到達いたしました。いいね、面白いね、これ。あ、ここだ。はい、というわけで次なんですが、京香ちゃんの部屋から物音がしましたね、はい、壁にドーンって。で、壁ドンじゃねえかって言われて、俺その頃まで壁ドンの意味そんな知らなくて、なんかよく見る文字、女の子のあれですよね。いや、そんなことじゃなくて、なんか、いや、女の子がなんか好きなやつじゃない、なんか壁に、壁に
背を向けて女が立って男が肘でドンってやって、あ、いや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 、俺はそれじゃなくて、それのことじゃないの、あのよく隣の人がうるさいとか、あとあーどっちかマンションで、そう下の人が少女漫画的なやつじゃないの、ロマンシーチズムのやつじゃなくて、あ、確かにそれも壁ドンっていうのかな、そう、それ壁ドンっていうらしいですよ。というわけで、まあ、池谷さんにね襲われてたじゃないですけどの時ですね、うん、本当はここで C ですか、はいはい、いや C を注意しに行ってみたいですけどね、うん、本当はね、まあいいか、じゃあ C で、フロントに隣の部屋がうるさいと連絡した、部屋に電話があった、僕はそこからフロントに電話をかけた、はい、隣がうるさいんですよ、僕から言うのも角が立つんでペンションの方からそれとなく、どんどん壁を叩いたりするのが困ってるんですよ、これどういうバッドエンドになるんだろうね。あとは鵜飼さんに任せて原稿に集中しよう、鵜飼さん非火希望で殴るんじゃん、おー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 、揺れてる揺れてる、いや池谷さん暴れんじゃねえの、あ、隣はますますうるさくなってきた、どんどんバンバンと壁を叩くだけでなく床を走り回る音や壁越しにいや待てという声も聞こえる、何やら尋常ではないお、来たんだ結局 B でもバッドエンドなんじゃねえの、ドア開くのか、おい、あ、来た、あ、刺された、今持ってたよ指に、ほら指に手に、お、いきなりやられたよ、あれなんでお腹に刃物がおかしいぞ、あーわし知らねえ、俺は知らねえ、池谷さんは何で悪いことしたんでしょうね、忘れちゃった、いや本当に なんか黒い噂がみたいなのが書いてあって、ね、うん、僕は男を押し抜けるように、廊下に出た、男は僕を押し抜けるようにか、またあらら、貫いちゃった、痩せっぽっちだから、俺ぐらいの腹回りがあればね、刃物ごときじゃ貫かれないけどなバキの世界で最後に見たらこちらを 見下ろして驚いてるカップルの女の顔だった、あららららら、いいね、それだけ、この辺のバッドエンド面白い、ちょっと数が少ないですけど、この辺はビンゴ編はバッドエンドがなかなかいいっすね、死んでばっかだけどね、確かに、はい、続いて最後のバッドエンドになりますが、ビンゴ編最後のバッドエンドになりますが、はい、まあいろいろ話が終わって、なんか夢か妄想か知らないですけど、うん、最初のところに戻ってきたところですね、そうですね、それであの時はもうなんか穴か寂しいねだから100円を出したんです僕は、うん、でここでもう金をパクってみよう、これそうしたらなるんじゃねえのとは予想してましたけどやっぱりなるみたいなんで、はい、また神社お寺からお金をパクってみたいと思います、はい、賽銭箱に手を伸ばした、またやっちゃったループだね、僕は賽銭箱に手を伸ばした、蓋に鍵などない中には1万円札が何枚も入っていた、何枚も入ってた、お、一緒だね、たなんだっけ、何かね、ビンゴってなんだか、お、早い、あ、思っちゃったんだビンゴという音がして足元の地面に、ポカッと穴が一気落ちた、穴の中は真っ暗だった、おヒューってなるんだね真っ暗な空間をどこまでもどこまでも僕は落ちていった、下を見ると遠くの方にも僕の方に赤いものがチラチラと見える、ほう、炎だな、マグマとかな、ほら地獄の豪華だ、ほう、地獄の豪華だ、僕は今から永遠にあそこで焼かれるんだ、なんかあれみてえだな、あのガラスの仮面じゃなくて何でしたっけ、オペラ座の怪人、あ、はい、そうだ思い出した、京香ちゃん死んだんだ、あ、なるほど、ペンションのベッドの上で殺されていた、死んで天国へ行ったんだ、僕は地獄へ行く、もう永遠に会えない、僕は絶叫した、絶叫しながら落ち続けた、終わった、このかまいたちのこの音楽が怖えな、なんか気持ち悪くなるほど、待ってね、この人の心理をこう怖い風に煽る、そう気持ち悪い、もらえてんだろうね、
あ、というわけでビンゴ編全部のねバッドエンド回収が終わりました、はいはいはい、これはビンゴ編のバッドエンド良かったですね、面白かったですね、うん、というわけで、今回短いですけど、はい、まあ、いや、あの、こういう回ということで今回終わりでいいですか。次は何編ですかね。楽しみですね、はい、次の編も、やりたいと思います、はいはい、次の編も楽しみ、はい、というわけでありがとうございました。はい、ビンゴビンゴビンゴ明日が